の FC の規模。そうっす。そのままキュッて斜めに抜けてピクソがそのまま回ってきて打つっていうか2枚連動とか、そういう感じで前が流れてるのに出て自分の出したやつがもらう振りしてちょっと寄ってって河合さんが球持ってるとでここに出して河合さんが寄っていきつつこっちに抜けていったらこっちにこう回っていくでしょ。この人やってこの人のファーズメと足の方に行くって出しあとやり方がもう一個あって、ひもじゃなくてですよ。あのピクソの人がボール持ったときに、穴の人を穴の人に寄って、こっちが詰まってるから、こっちにドリブルでピクソが寄ってくる。そしたら穴が押し出されて勝てるんですよ。ああ、はい、面白い。当てるっていうパターン。結構ここのピクソがこっちにドリブルしてたときに、穴が縦に押し出されてるんで、僕も最初わかんないんですけど。来た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 来
でかい。残念。5秒。残念。2。